本当会社辞めるときが一番怖くて私の場合は白木さんと全く反対で、まあ、あの会社を辞める恐怖に2年弱ぐらいもずっとあの怖かったのでやっぱり会社は辞めたいけど辞められないというこのジレンマのときが一番怖かったですね、でもまあなぜそれを辞められたかというと、あのー、やっぱりそれ以上の情熱を感じたときに人って恐怖を圧倒できると思うんですね。 で私も今でもこれを何かやろう新しいことをやろうってするときに恐怖にあのまあ、全然感じるんです。でもその恐怖を乗り越えるためにまあ、一つはあの私は。 旅をして原点回帰をしてその自分の心を見つめながらやりたい気持ちを奮い立たせるということもあるし、まあ、ただひたすらその自然な人間としての感情である怖さを感じるということもあります、みんなそうなのでそれが全くないわけではなくそれ人それぞれの乗り越え方があって多分ここに座っている人たちもいると思うのであのそれは普通の,あのナチュラルな感情だと思うので。こうあのなんか 大切にしたらいいんじゃないかなと思います。